この時間に明日の朝何時に起こせばよいか聞こうと思ってね。何時って私はいつも6時には起きているわよ。あ、6時ですね。コンピューターに記憶させてっと。はい、おやすみなさい。うん、あ、やられた。まあおいらダンプより強かった。どうしたの？あ、起こしちゃってごめん。明日の朝何時に起こせばよいか聞き忘れちゃってね。お前が起こしてくれるのかよ。おいら人間に奉仕しなきゃならないんでね。じゃあ7時に起こしてよ。ね。うん。7時ですね。はい、はいと。うりゃりゃ。ギャーギャーギャー。どうしたロブコ？どうした？うん。どうしたの？どうしたのよ。怪獣だ。怪獣？なんだ、ゴキブリじゃないか。なんでそれ？さ、全く人探しなロボットなんだから。おやすみ回路にチェンジっと。
大山さん、大山さん、本番です。はい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 。何ですか、こんな夜中に。何ですかじゃありませんよ。お宅の家から騒音が聞こえてうるさいってご近所から連絡があったもんですからな。そうなんですよ、うるさくて寝られないんですよ。しょうがないんですよ。どうもすみません、うるさい。あ、ロボコンだ。ロボコンですよ。ロボコン、あれがロボコン。ちょっとじゃねえか。小山田、なんという残酷な仕打ちを。残酷なって、これには深いわけがあるんですよ。とにかく、お願いしますよ。お願いします。すみません。すみません。すみません。どんなわけがあるかもしれませんがね。ロボコン君は誠ちゃんを助けた命の恩人でしょう。その命の恩人を縛りつけて夜露の下へ、あんた。ですからね、おまわりさん。人情、紙風船。冷たい世の中になったもんだなよ。約束の時間だよ。何言ってんのよ、あんたのおかげでほとんど寝てないのよ。おいらのおかげで。そうよ、朝ごはんの支度ぐらいあんたしてよ。はあ、忙しい忙しいっと。さあさあ皆さんどうぞ。真っ黒、遠慮しないで食べてよ。みんなさあさあ飲みねえ食いねえ、ほら。行ってきます。行ってきます。行ってらっしゃい。あなた。ああ。行ってらっしゃい。おっ、来た。おい、ロボコン。はーい。はい、ちょっと来ちゃってきて。はい、押して押して。お前にできるのは車を作れたら。ねえよ、挽回しなくっちゃ。いきますよっと。よいしょの、せーよっと。ほら、もっと強く押して、はい押して。ロボコン、ロボコン、ロボコン。100馬力の見せ所だ。ロボコン、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 ロボコン。ドボコン、ドボコン、ドボコン。おっ、何もかもめちゃくちゃじゃないかよ。パパさん、どうもどうも。よいしょっと。じゃあな、ったく。ああ、どうしてくれんだよ、どうもすいません。どうしてくれんですか。どうもすいません。どうもどうも。おい、どうしてくれんだよ。だって押せって言ったのはパパさんだろ。お前は何につけても極端すぎるんだよ、本当にもう。へこんだところを直せばいいんだよ。なぜるもんなら直してみろ。よし、直してやるよ。ああ、パパさん、これちょっと持ってきて。よっと。へこんだところを、いらない。これもういらない。ビョーッ、ビョ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 。いっと、もういいもういいもういいね。いらない。いいか、ロボコン、お前のために水もできず朝飯は何にも食えんかった。その上、車はバラバラだ。もうお前のような出来損ないのロボットはたくさんだ。出て行ってもらおう。いいな、会社から帰る前に出ていかないとスクラップにしてしまうから、そう思うよ。いいか、ハゼ、行ってまいる。はいはい、行ってらっしゃいませ。
わね。あなたとはもう一日も一緒に暮らせないわ。ああ、どうしてもダメ、ママさん。残念だけど。ロボコン行こう。マコト、どこに行くの？ロボコンのいないうちなんていたかないや。行こう、ロボコン。ちょっと、マコト、待ちなさいったら。パパやママを捨てて本当に出ていくつもりなの？どうも長い間お世話になりました。行こう。お世話になりました。マコト、戻ってらっしゃいったら。ロボコンも一緒でいいわよ。わーい、ママ大好き。ママさん大好き。なっちゃったんだよ。悪気はなかったんだわ。はじめ、宿題は？まだ。緑は？これから。なーだ、余計な口出しはしないことを宿題からやりなさい、早く。ほーこわ、ヒステリーマグニチュード8。ロボコン、もう何にも言わずに出てってくれるわね。あんたはね、とってもいけないことをしたのよ。ロボコン行こう。マコトもロボコンと一緒に行くのなら出て行きなさい。
お腹がペコペコになっても、うべきが出ても知りませんからね。いかん、ロボコン。おいら出ていかねえ。まあ、ずずしい。ロボコン、頑張れ。まあ、兄弟グルになってロボコンの味方をするのね。わかりました。ママが出ていきます。どうぞ帰ってこないでね。どうぞどうぞ。いってらっしゃいママ。はいはい、日の出障子でございますが。はい、え、あ、大山君、はい、電話だ。あ、どうもすいません課長。奥さんからだよ。え、八重から。あ、どうもすいません。あ、もしもし、あ、俺だ。なんだって、家でした。ん、あのね、落ち着いて話しなさい。うん。子供たちったらね、行ってらっしゃいって。こうなのよ。あなただけがバイオリンなの。お前もだらしがないよ。ロボコンに追い出されるなんて。ロボコン？第一、主人を追い出すなんて不定ロボットだ。ん？どうもすみません。お前じゃない、課長だ。よし、今日こそロボコンを退治してやるから。はあ、どうやっても点数の下がることばっかりだな。ただいま。ただいま。ロボコン、君はどうしてもこの家を出ていかんそうだな。柱にしがみついても嫌だよ。そうかい、それならばこっちにも考えがあるぞ。どんな考え？か、こういう考えだ。ここに振り怖い。ゴキブリ怖い。ゼロコにまだ。うまくいったわね。あ、これでもう戻ってくることはあるまい。そうよ。作り物ゴキブリだ。おもちゃ屋で買ってきたのよ。まだいるんだから。トラックだな。おい、大丈夫だったかな。またしても君か。いや、ロボコン君、君は全く素晴らしいロボットだなよ。いや、あんがと。どうなってんの。はい、いただきます。おい、どうした。どうして食べないんだ。いただきます。みどり、いくらごねても無駄ですよ。第一ロボコンは帰ってこないわよ、こんなうちに。あら、誰かしら。ロボ君かな。違いますよ。はい。いや、お番です。まあ、課長さん。いや、もう恐れ入りますな。あなた、課長さん。ああ、課長。いや、君にお礼が言いたくてね、実に素晴らしいロボットだね、君。まだやっちゃってくれたんだよ、あのロボットが。
この野々山さんのお嬢さんをな、交通事故から救ってくれちゃったんだよ。ロボコンが？いや、自分の危険も顧みず、ダンプに激突したロボコンの勇気、ヒューマニズム、いや、全く人間も遠く及ばぬ尊い心を持ったロボコンだ。早速、血小板症を上申しました。ロボコンさんに助けていただかなければ、ルミは今頃、本当に何てお礼申し上げたらいいのか。ロボコンちゃんにお礼が言いたいんです。いやー、それが、おい、熱い、ちょっと。ぜひ会わせてください。ロボコンさんはどこでしょう。大山くん。おい、熱い、ロボコンどういったんだ。だってロボコンはあなた、ほら。散歩、散歩。散歩？はい、行ってこい。何しろロボコンはお散歩が好きなものでございまして見つかりますか、どうか。行ってこい。もう。早く。どう、すいません。あら、いや、お待たせ。君がロボコン君？どうもありがとうございました。どうも。いやいや、奥さんじゃないから、ロボコン君。さあ、差し上げなさい。ロボコンちゃん、ありがとう。いやいや、パパさん、おいらお腹ペコペコ。ああ、そうかい。車の中にガソリンがいっぱいあるから、10リッターでも20リッターでも好きなだけお食べ。ありがとうさん、じゃあね。どうほほほほ。あ、うまい。あ、ハートマークを与える。ロボガリ君、すごいわね。ありがとう。ロボコン、はい。一点。お前はいいこともするが失敗も多すぎる。プラスマイナスすると1点となる。120点もらうまで相当かかるな。あれ、よし、発動するぞ。ばっかりやってしまうんだろう。失敗の償いにね、オイラ力仕事をしたんだ。うにゃー、助けてー。ギャオ、オイラ潰される。ぜひ見てね。